皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。現ランカーですが、ちょっとね、可能性を感じた固定を見つけてしまったのでやりたいと思います。可能性を感じてしまいました。タートルキャノン裏マタンゴいきます。ちょっとね、可能性を感じすぎてしまっていて、この固定をねやってみたいなと思ってしまいました。なのでまあ大型2本ね。あーで、もうちょい回します。あのね、裏技はね、マタンゴに欲しいよ。大型は2本欲しいよ。頼むよ。いやー、大型がいない。で、今回やることは何かって話なんですけど、まあ基本的にはタートルキャノンでコントロールします。で、あれ、アヌビスいたわ。で、壁がマタンゴですね。そして、タートルキャノンが苦手なキャラで、カエルとか、また、めったに出てこないんですけど、例えば調査兵団とかね。が、もし万が一出てきてしまっても、マタンゴの裏技があるので、なんとかなるんだよーっていうね。はい。はい、マタンゴの、また、おお、めちゃ削られる。ああ、ただマタンゴ超強いんだよね。そう、マタンゴが超強いんですよ。で、この仮面体力もう1なんで、大砲撃たれたら死ぬんですけど、頑張ってますね。さあ、ここ仮面がね、サポートしてくれるわけじゃないですか。で、これはまあ仮面やられちゃうんですけど、もうしょうがないじゃないですか、それは。これはね、しょうがないとかじゃなくて、だるい。メデューサ君強すぎ。で、ここ亀だね。亀でカバー。これでワンパンにしてほしいんだが、ワンパンにはならず。じゃあもう毒入れちゃおうか。ああ、そうだよね。間に合うね。大丈夫だよね。あ、危ない危ない。にじまったもんね。さあ、ワンパンにはしたいんだけどね。ワンパンにできる感じじゃないんだよな、今現状。さあ、毒キノコ入っている。いや、これもう、血当てしなくていいや。血当てしなくていい。まあ、なんかいっぱいいるんで、キャラ。このね、負けない流れを作っていこう。ほい。ほい。まあ、タンゴいっぱい切っちゃうよ。さあ。まあ、ワンチャン取り手が取れれば熱いよね。ひとまずね。取り手ワンパン。さあ、レドが、ワイラ火力だし、まあ、タンゴの裏技は溜まってない。まあ、何サイクロスケルトンか。へえ、珍しい。てか、珍しいのはいいんだけどさ。撃ってねえんだけど、あれ。さあ、なんとかしてワンパン、てか取れれば、俺の亀があるんですけど、おら、亀連打、亀連打、亀、おっ、うえマジか。というわけで、点差勝利ですね。ありがとうございました。はい、珍しいです。リーダートレント。まあでも、確か、今回の、初期キャラグランプリの対象だっけ、トレントって。でもね、対象かもしれないけど、トレントの強みってリーダーじゃなくて、やっぱ、裏技だから。さてと、足欲しいんだよな、できれば。大型2と足が引ければ、もう何でもいいんだけど、大型引けないで怖いんで、これできます。で、トレントはね、引き込むことができれば、マタンゴでボコれますね。毒、入りやすいんで。必中ではないけどね、入りやすいです。砦は欲しいな。欲しいけど、ちょっとね、これはね、怪しいね。取れないよね。まあ、しょうがない。こうなっちゃうとね、ちょっとめんどいよね。おお、さあ、グリフォン早いね。早いけど、こちらスライムいますんで、スライムでね、スライムプラス大砲とか、うまく使っていこうかな。さあ、マタンゴで壁張ってあげて、前線で抑えて、さあ、このね、殴られてもコーラスピナーあるんで、全く怖くないですね。で、そこら辺のね、いっぱい出てきてディケイドも、特に問題なし、カメでやれます。で、ここももちろんスライム。で、コストね、余ってますんで、しっかりと。スライムプラス大砲で処理していきましょう。うん、ここはスライムかな。ここもスライムでいこうか。今回迎撃ちょっとめちゃめちゃいるじゃないですか。亀リーダーなのに迎撃効いてるんで、まあスライムですけど、
キャラがね、攻め手がないんですよ。なので攻め手が欲しいので、とりあえずまずスライムやられてもらって、あ、ポックルいいんだ、なるほどな、ポックルか。じゃあポックルはカメでやります。でトレントをスライムとマタンゴガサメで処理しましょう。これ削っときますか。いや、ここでいいか。うん、それで前ちょっと見るのめんどくさいんで。一応ね、毒ね、入りやすいとは言ってもね、なかなかね、入らないこともある。まあ、しょうがないんですけど。さあ、ここ大天狗行こうか。まあ、大天狗行ったんだけど、ずれてる大天狗。マジ？予定と違う。え、なんか入ってんだけど、ダメージ。は？何入ってんのこれ。え、何？どこにいるキャラわかんない。見えない、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 見えない。全然キャラ見なかったけど、どこだよ。さて、これ負けんのはマジでもったいないが、さあどうかな。ここは取れるじゃん。た、取れるんだけどさ、もう全然何もなかった。もったいないね、これ。すごいもったいない負け方してる。どこにいたんだろう。多分ここだと思うんだよね、ここら辺で。これだって40とか持ってないでしょ。うん。さあ、そのね、ミスあり、取られちゃったじゃない、ダメージ入っちゃいましたけど、はい、気を取り直していきましょう。40取り返すの結構大変なんだけどね。もうね、今ね、ここ直近十数戦やって全部一桁強ピーマルテンの。結構えぐい、えぐいけど繰り返すしかない。札強かったんだけど、ちょっと足探してますが、トレントは強いが、まあ回しましょう。ちょっと攻め手がない。あー、行きましょうか。もうまあ迎撃はカメで、カメだけで、あの、マタンゴ固定してはなんとかなると思ってます。あの、最初に言ったカエルに対して有効って話が、カメってカエル苦手じゃないですか。それをマタンゴの裏技で止めるんですよ。足を止めて、あ、もちろんなんか何かを起点に飛ばれたらもう無理なんですけど、飛ばれちゃったらもうマタンゴの毒狙いなんですけど、あの、飛ばれなかったら、マタンゴの裏技をうまく使って、遅延させて、カメとマタンゴの裏技だけで倒すっていうね、のが、すごい有効なんじゃないかなって思ってます。さあ、大砲を撃ってどかして、このマタンゴがね、奥行ったんでね。はい、欲しいですね、取り手が。取れますね。後ろの剣士死んじゃったな。ってことはもう一体剣士を置く必要があると。え、取れとんのがマジ大事なんで、取らないとドローになっちゃう。さあ、削ってくれてる。あー、潰れないか。まあまあまあ。で、亀に対して強いナメコを引いてますね、お相手。さあ、亀を持ってきますが、持ってかれるのはしょうがないとして、こう裏技で削りますか。さあ、このね、剣士たちも全て破壊して、毒々入ってます。だいぶめんどくさいじゃないですか。取れるよ？いいね。カマキリは壁にしちゃいけませんと。さあ、これでもう安泰ですね、だいぶ。あとはどこで、キャラを切っていくか。マタンゴ、さあ大型来ました。まあそれは来る。トレント、さあ森作ったんで安泰。あとはもう殴り合ってもらってもいいぐらいですね。勝てるんで絶対に。で、上は毒でやれるんで放置して大丈夫。ここだけ取られないようにカバーしてあげて、毒でやられたタイミングで剣士で抑える。さあマタンゴ流していきましょう。さあ、パンダ。さあ、大型来ましたね。まあ、デスでいいんじゃないですかね、上。さあ、カメ。もう裏技余っちゃいましたね。まあ、そんなにがっつり何度も使うタイミングがなかったっていうのもあるんですけど、毒入ってんだよな。いや、マタンゴがね、やばいんですよ、マジで。まあ、そもそもマタンゴってキャラめちゃめちゃ強いんですけど、なんか最近当たる大型にも毒入るんだよ。俺、今回のね、大会出た時もね、マタンゴに初手毒入れられたんだよな、大型が。お相手がアーチャー。
で、アーチャーは、まあ、亀で結構問題ないんじゃないかなとは思ってる。どうだろう？射程は多分、アビアーチャーよりも、アビ亀の方が長いんじゃないか？同じぐらいか。まあ、有効なキャラ引くのも熱いんですけど、足が欲しいね。大型2本来て欲しい中で足、まあ、回すしかないですよね。大型1はまずいね。あー2だね。ただチビドラ引いちゃったな。アーチャーによし。ちょっとやっぱ中型に固定してるんでシャッフルがなかなかうまくいかないですね。ここのここだけでかなり強いんであれなんですけど、まあ、そもそも今これ今回カメマタンゴのデッキ設定ではない、そんなの作ってないんで、それを作ったらまた話変わるかもしれないですね。さてと、さあどこを取った、でかマジ？おーおーおお、変なの出てきた。え、何？なんかいた。暗いの見えねえ。そういうことか。マジ見えねえ。いたんだね、そんなのが。さあ削られるけど取られないんで。待って、ずれてる。え、もう最悪、すべてがダメ。全てがダメすぎる。うん、もう行こう、時間ないし。このままやったら時間ないし。大型来たらクラが行きます。クラがチビタで行きます。さあ砦をね奪ってなんとか勝利に。え、待って、いやダメージやばくねこれ。は、マタンゴの裏技やばすぎんか。なになになに、死にかけてるけど大丈夫これ。死ぬでしょこれ。ああ、ただこれ勝ったんじゃね。俺初めて黒い装備でワンパン食らった。見えなくて、いや見づらいのは知ったんだけど、見えなくてワンパン食ったの初めてかも。さあこれ持ってかれるけど勝ちはいい、結局最終的にダメージ超えたね。うわ、やっぱ今期のアーチャー強いんだよな。チビドラアーチャーに弱したからめっちゃ削られるね。これ落ちるんじゃね。あ、惜しい惜しい。いや全く気づかなかった。上えぐいね、このステージの黒アーチャー。マジで見えん、怖っ。これ負けたらやばかったよ。さてお相手がトーマンですね。でトーマンは、まあ、カメラトーマン苦手なんですよ。もちろんカメラも足元まで入られちゃうんでボコられちゃうんですけど、マタンゴでトーマン見れるんで、まあ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 、カメをね、やるときにトーマン1出しじゃなくて絶対2出しはしてくるんで、まあそれをマタンゴでカウンターできれば、まあ結果的にはいいんじゃないかな、とは思いますね。で、大型2本、足1、が引きたい。雲めっちゃ来るんだけど。で、強えな、札。いや、これなら行っていい気がすんな。これは行くか。足なくても。手札が強えもん。コラボ猫ね。いや大型が強い、まずむちゃくちゃ強い。さてとコラボ猫早いね。まあまあまあ、ここは譲りましょう。もう取れないんでチャレンジしなくてもいい。どうするない。うわ、シンラはちょっとめんどい。あ、間に合わなかった。上をちょっと後回しにしましょうか。結構展開早いんで最終的に勝てればいいやって感じで、上は後回しにします。まあ、タンゴいるしフォア側をとりあえず引っ張らないと話にならない。やられてもらってフォア側引っ張ってバフォメット直当てして、トーマン重ねられたら逃がしてって感じですね。
あ、1体ずれた。まあいいか。さあ、キャラいっぱいいるんで、まあ、ここ取らせてくれるでしょう。で、こっからだね。さあ、ここも取らせてもらって。さあ、相手結構キャラ数多いんで、そこだけちょっとめんどくさいなって感じではある。けど、時間は、まあいい感じに、まだあと1分あるんで、さあ、コストをしっかり残して、無理やり奪ってカットして OK。 さあ、ここで前線召喚して亀出して前に行かせようか。キャラが出てきたらバフメットが前に行って落城しに行くんで、上しか見れないよね。下多分見れないんで、でも下の方がすごいんで干渉に行きますと。はい、ありがとうございました。まあ、美味しい。やっと2桁。やっとや。はい。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。カメです。リーダーですね。で、最大召喚数が1体増えて射程距離が少しアップするといった感じで、まあ、なかなか手堅い感じになって、カメをぶち抜きに来るキャラが出てくれば、まあ、マタンゴでも止めれるし、裏技もあって何とかなるし、マタンゴ自体が壁としても超優秀だしって感じですね。で、まあ、この2体の固定で、まあ、欠点があるとすれば、大型戦で、勝てない大型を引いてしまうときつい。って感じかなっていうところ。まあもちろん亀の火力援護したり、あの足りない火力はマタンゴの裏強になったり、さっき雲にマタンゴの裏強やばかったですね、ダメージ。レベル3の。そう、ああいうこともできるんで、それでね、何度かね、ダメージの援護はできるんですけど、まあ決定打になるかどうかとかはちょっとまた話変わるなっていう部分があるぐらい。まああとはワイラがちょっとめんどくさい。対ワイラですね。アビカメ射程同じ？いや、負けてんじゃなかったかな。ちょっとそこら辺あんま記憶にないんですけど、まあ、とりあえずワイドの射程が長すぎるし、そう、カメがやられちゃう可能性があるといった感じです。でもそれぐらいかな、基本的には。まあ今回の負けもね、剣士見てなくてワンパン入っちゃっただけなんで、なんか、押し切られて負けましたのみたいなのはゼロ戦？一戦もなかったじゃないですか。そう。で、なんか、うまいこと見事にカウンター決まるところもいっぱいあったりとかして、そんな感じのね、ことができるので、かなりいいキャラです。特にマタンゴ。カメはね、おすすめはしません。カメはおすすめしてません。面白いとは思うけど、カメはおすすめはしてません。リーダー、アビさんは結構強い。で、コーラスピナーは面白い。けど、裏引きのバッチなしがそんなに強くない。まあ、コーラスピナーがあれば面白い。面白いけど、じゃあ超強いかって言ったらそんなことはない。って感じですね。そもそも今の裏技ってコーラスピナーよりも、マタンゴの裏技とか、トレントの裏技とか、まあそういう方が強いと思ってるんで、まあコーラスピナーも面白いですけどね。そんな感じです。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。